ジョージ・ウォーカー・アーノットジョージ・ウォーカー・アーノットは、スコットランドの植物学者である、エディンバラで生まれた。父親は、スコットランドの名家のデビッド・ウォーカー・アーネット・オブ・アルラリーである。1813年に、エディンバラ大学に入学し学位を取得した。法律を学び、1821年に弁護士、養成機関に入所するが、法律家に興味を持てず、植物学に転じた。 植物学者のロバート・ワイトや、ロバート・ケイ・グレビルと親しくなり、ウィリアム・ジャクソン・フッカーと知り合った。1821年から、パリの園芸賞で働き、いくつかの論文を書き、スペインやロシアを旅した後、スコットランドに戻り結婚した。1830年から、フッカーとイギリス海軍のフレデリック・ウィリアム・ビーチーの探検航海で集められた植物の分類、研究を行った。 またロバート・ワイトがインドで集めた植物標本を研究し、ワイトのイラストレーションズ・オブ・インディアン・ボタニーやプレドロマス・フロール・ペナンサル・インディー・オリエンタリズなどの出版に貢献した。1839年にグラスゴー大学の植物学の講師となり、1845年にフッカーの後を継いでグラスゴー大学の植物学の近邸教授職に就任した。 ン化の植物の俗名、アルナティアなどに、懸命されている。アーンは、植物の学名で命名者を示す場合に、ジョージ・ワオカー・アーノットを示すのに使われる。ありがとうございます。